篇121節から128節私は公正と義頭を行いました私を虐げる者どもに私を委ねないでくださいあなたのしもべの幸いの保証人となってください高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉等を慕って耐えるばかりですあなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください私にあなたのおきを教えてください 私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの教えを愛します。それゆえ私は全てのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。